神奈川県、大隅郡の範囲大隅郡は、神奈川県にあった郡。現在の行政区画では、おおむね以下の区域に、相当する。松地大塚山古墳から、弥生時代末から、古墳時代諸島の土器編と、京都の椿大塚山古墳のものと同じ異形の三角円新獣鏡が出土している。演技式では、大隅郡、和名称では、おほ隅とある。群がは、平塚市。 篠宮付近にあったと見られている。相模国の国府が置かれていた可能性があり、和名章及び十、悪田章に記述があるほか、1979年から行われた篠宮下郷遺跡群の発掘調査で、前取神社周辺から、牧書土器、最遊陶器、送信具などが出土した。さらに1990年には、国ク,クリアと記した土器が発見されている。 1, 1平塚町 2, 菅訪村 3, 大野村 4, 神田村 5, 相川村 6, 成瀬村 7, 大田村 8, 城島村 9, 岡崎村 1, 豊田村11。 金田村12、小中村13、土沢村14、金目村15、伊勢原町16、高部屋村17、大仙町18、日下村19、大根村20、肌野町21、東肌野村22、西肌野村23、南肌野村24、北肌野村、神奈川県市別編1人物による。ありがとうございます。